はい、おはようございます。魚がことあゆみです。本日はですね、到着してきました、2024年シーズンホーム開幕戦でございます。やっと来たぜ。じゃあ、いやはい、ということでホーム開幕戦はですね、鹿島アントラーズ VS セレッソ大阪戦の試合でございます。のぼり香川ということでですね、先週近日は開幕戦、鹿島アントラーズ対名古屋グランパス戦で3対0で快勝いたしました。そして今日ホーム開幕戦も3対0で開戦魚やね、快勝できるように応援していきたいと思います。ということで、今日の動画コメサイ、それでは皆さんご一緒に、勝つしかないということで、レッツゴーゴーギョ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 。ハワイスプリング、スプリングスシリーズということで、ただいま開閉幕張りスターバックス終了、風を浴びているぜ。これから安全運転第一で、健康第一で行ってまいります。それではまた後ほど乾杯。どこでしょう、ここどこでしょう、ベジタブルバイショッピングステーション、ベジタブルバイショッピングステーションステーション、買ってくるぜ。今日の目的はイチゴ、ひとっぺん風が出てくる。この私はこれから鹿島へ行くのも、背中を押してくれるからね、追い風向かい風突破して向かうんだ、ピュンピュン。はい、ということで、先ほど宣言したこちら、見えないけどイチゴ、白イチゴ入ってた、それで1200円とかめっちゃ安くて、眩しい。本当にね、東京で全く野菜を買わないという。あぶれ。わあ。それもね、あの願掛けです。鹿島が勝てるように。こちら。嫌な部分は旦那ちゃんが排除していただいたので、勝つことができるでしょう。使ってるじゃん、遠いところも。はい。ということで、鹿島スタジアムへ、レッツゴー。うん、そう、着きましたということで、戦うしかねえな。ホーム開幕戦、一応ね、水戸で勝ちましたけども、今季ねユニフォームはね、じゃんじゃん、新ユニフォーム着用しましたが、まだユニフォーム開封動画を上げてないので、ここでは内緒、内緒です。また後日ユニフォームの開封動画が上がるので、皆様それまで予想して、私が購入した背番号をうざと思ったでしょ、うざいっしょ。まあまあまあ、それもね、一つのお楽しみということで、とりあえず皆様全力応援いたしましょうということで、レッツゴー。あ、動画です。動画です。かっこいいじゃん、ゆめちゃん。
りあえずですね、鹿島サッカースタジアムへ着きましてですね、2024年シリーズになってます。これから先に、本日ウエストゾーンなので先に席を取って参る、行って参る、アナの参る。探しに行こう。ブランチ内にいたの。幸せに安全航機。配ってる選手ですね。配信立ってきたシリーズ載せちゃうよ。まず来ちゃいました。今グッズ並んでます。迷惑やけどな。話言っちゃった。バス行っちゃった。また行っちゃった。バス間に合わなかった。バス待ち間に合わなかった。ありがとうございます。準備万端だったのに、グッズ買いましたけれども、準備万端だったのにバスがまた行っちゃう。水戸線新たな悲しみ心の中で唱えました。始めましょう。になります。鹿島スタジアムのメルカリロードの横のコーヒー屋さん。ここでまたソイラテ買っていこう。豆乳入りコーヒー。こんにちは。今年もよろしくお願いします。ますフルーティーな香りのすごい。はい、ということで写真撮影してきました。ありがとうございます。いつも今年も今シーズンもよろしくお願いします。お世話になります。乾杯。ではいただきます。本日はですね、
ちらの牛カルビチャーハンとケバブ丼いただきます。キャベツケバブ丼いただきます。ケバブ丼のビーフの甘口ソース、確かに甘いね。うまっ。でもハラミ飯とかだから今日は違うものを食べようということで食べていきましょう。それではですね、2024年シーズンホーム開幕戦を戦うスターティングメンバーの発表です。本日のスターティングメンバーは守護神の早川選手、君とノーノ選手、そしてウェザナムズ選手に関川育真選手に幸せに今日も輝く安西選手そしてプランチナ選手にボールを回収する佐野海舟選手、藤井選手に開幕戦で2得点を取った魂の仲間選手、ダブル魂樋口選手にチャブリッチ選手の11人で戦います。本日も私は3対0を狙って戦ってまいります。絶対勝つしかないのでござるということで、いってまいる。グッバイ。よマジ鹿島のスターティングメンバーの一番スターティングスタメン発表か、一番最高。それでは3対0に向けて前半戦から私も駆け上がっていきます。それでは前半戦アイレディーゴー。まだ0対0でございます。ただいまとりあえず1点取れるように祈っておりまして、そしてですね
前半戦よく耐えた本当に早川くんナイス、本当によく耐えた早川くん、ありがとうございました。早川くんナイス。いやーボールは繋がらないね。ボールを回収してくれる佐野回収選手はいるんだけれども、その後のセカンドボールが繋がらないね。ということでどう修正してくれるんでしょうか。後半に期待です。ということで後半戦レッツゴーゴーゴールユーマーゴールユーマーゴーナイス。あーおい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 おーおーユーマーおーおー惜しい。おい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 決めろ決めろ決めろ。はい、ということでですね、鹿島アントラーズ VS セレッソ大阪戦、本当に負けなくてはよかったけれども勝ちたかった。でもナミさんが決めてくれたから1対1の引き分けになりました。まあまあまあ前半グズグズでよく0点で抑えれたと思うね。悪い時間帯を我慢してゼロで抑え、まあ、1点決められてしまったけれども、85分かナミさんが1点決めて引き分けになって、そのまま引き分けで終わりました。はい、もうね、今日の MVP はですね、早川くんでございます。みんなそうなんじゃない。今日なんと助けられたよ。絶対もうね、3、4点入ってたと思うよ、今日。本当に。本当に思う。早川くん、ありがとうございました。ナイス守護神でございました。はい。ということで、3対0にはなりませんでしたが、次節、町田ゼルビア、アウェイか。アウェイ町田ゼルビア戦、行ってきます。共に戦う皆様、町田ゼルビア戦でお会いしましょう。この動画がいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日も一日、アブリガード!勝ちたかったよね。またね。バイバイ。負けなくてよかった!バイバイ負けなくてよかったです。次節は、勝ちましょう。今回おまけなんですけれども、ここでね、視聴者の方からいただきまして、これ上田直道さんのハンカチなんですけれども、ここにサインがあったんです。本当にありがとうございます。これ額縁に飾りたいと思っております。ありがとうございます。そしてゆうまちゃんのキーホルダーもいただきまして、それプラスナミちゃんが大好きな藤井選手のこの缶バッジもいただいて、言っていただいたのが、お友達は藤井選手好きですよねって
って言っていただいたんですね。記憶力と言いますか、私以外のこの人に対してもこうやって思ってくれてるんだなっていうのが嬉しくて、こちらナミちゃんにお渡しいたします。ありがとうございます。今後とも旅顔の歩みをよろしくお願いします。ありがとうございました。またね、バイバイ。